日比谷駅は東京都千代田区有楽町一丁目にある東京地下鉄東京都交通局の駅である。東京メトロの日比谷線、千代田線と都営地下鉄の三田線の3路線が乗り入れる。駅番号は日比谷線が H08、千代田線が C09、三田線が I08 である。また東京メトロ有楽町線及び東日本旅客鉄道山手線。 京浜東北線が乗り入れる有楽町駅の資金にあり、有楽町線の乗り換え駅として案内される。ただし、当駅から JR 線への正式な乗り換え案内は、都営三田線のみ行っている。日比谷線、千代田線から有楽町線有楽町駅方面へは、都営三田線改札口付近の通路より連絡している。この構内通路は、 東京都交通局の管轄であり、案内は基本的に都営線基準となっている。また、東駅から東側は銀座駅、東銀座駅まで、北側は大手町駅、東京駅まで改札外地下通路で連絡している。日比谷線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。改札は地下2階、ホームは地下3階にある。エスカレーターと エレベーターが地下2階と地下3階を連絡している。千代田線は島式ホーム1面2線を有する地下駅である。改札は地下1階、ホームは地下2階にある。エスカレーターとエレベーターが地下1階と地下2階を連絡している。なお、両線のホーム間は日比谷線の霞が関よりと千代田線の二重橋前よりが連絡通路により直結している。 改札内の連絡通路は他になく、異なる路線の改札口から入場した場合はホームを経由する必要がある。毎年10月の鉄道の日直前に、日比谷公園で開催される鉄道フェスティバルの際には、千代田線霞が関寄りの改札口付近にブースが設置されることがある。当駅は大手町駅、つとむ関区日比谷地域として、近隣の駅を管理している。 乗り場発車メロディすべてのホームにおいて、スイッチ製作の発車メロディを使用している。島式ホーム1面2線を有する地下駅。改札は地下1階、ホームは地下2階にあり、エスカレーターとエレベーターが地下1階と地下2階を連絡している。改札は3カ所ある。2016年3月31日までは、日比谷駅、勤務管理所の所在駅であり、 三田線の三田駅仙国駅間の各駅を管理していた。2016年4月1日付で東京都交通局が実施した駅管区制の導入より日比谷駅管区の所在駅となり、前述の日比谷駅、勤務管理所は廃止となった。大手町よりの改札外通路及び出入り口は千代田線二重橋自然駅と共用している。ただし正式な連絡駅に指定されていないため、 当駅で下車して二重橋自然駅を利用しても乗り継ぎ割引の適用対象外となる。改札外に定期券売り場と後に併設されたコンビニエンスストア型の売店グランメルシーがある。2001年3月から数年間製薬会社の三強のラッピング広告などが壁面やホームゲートなどに施されていた。当駅の改札資金に地上へ連絡するエレベーターがあるが、 帝国劇場所有のため、利用可能な時間は限られている。乗り場近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。第一生命、三振ビル駅に隣接する、日比谷公園に由来する。公居や公居外苑にも近いため、それに準じた駅名も計画されていたものの、 当時の政府や区内庁から拒否されたために日比谷に落ち着いたという権威がある。注釈出典。ありがとうございます。